演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツの新作コロナマキャラメルショコラとホンドクランチショコラ、これ多分中に入ってるやつですね。で、なんか公式サイトでやってなかったシュードーナツのシュガーと黒糖、多分白と黒ですね。ショコラドーナツ、以前も新作が出たんですが、そちらは以前販売された時に食べたことあるので、今回はレビューはしません。この新作2つが出るのを待ってたんですよね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのシュードーナツシュガーからいただきます。美味しそうですね。でもシューっていう感じがちょっとないかな。それはどの目か。ではいただきます。2種のシュードーナツはサクッとしたドーナツ生地がとっても美味しかったんですが、ちょっと中が空くので物足りないのと、ちょっと砂糖が無駄に多すぎてこんなに食べ残されちゃうのがそこは残念でしたね。ちょっとこれはもったいなさすぎるでしょ。これを舐めろと。それは砂糖だけ舐めるってどうなのよって正直突っ込みたくなりますね。お餅で食べるときは余ったものをコーヒーに入れると無駄にはならないか。まあそこは残念な部分はちょっと多々ありますので、こちらの点数かなとさせてみます。ちょっとあの砂糖の無駄と、あと爆発して筒が汚れるっていうのもね問題なんですけど、ちょっと上の方見えないんですが下の方はちょっと小さかったことになってるので、ちょっとこのままだと外歩けないぞ。で、まあお砂糖は後で処理するとして、残っているクランチショコラとキャラメルショコラですね。クランチショコラの中のクリームにザクッとした食感がしっかり入っている、そういわゆるミスタードーナツのような感じだと上に乗るっていうものが多いと思うんですけど、まあ、これは自分の方が乗ってない予想ですけどね。上の上にかかっているクランチとはまた違った中から来る美味しさがあって美味しかったです。濃厚なチョコが良かったですね。そしてキャラメルショコラは、キャラメルが思ったより弱かったかなっていう気がしましたね。キャラメルだけだとちゃんとその味がするんですが、チョコになるとチョコに負けてしまっている感があります。だからうまいことバランスを取れずにこっち傾いてしまったような、そんな感じがしますね。というわけで今回はクランチチョコラが一番美味しかったので、それをこちらの点数、キャラメルショコラをこちらの点数とさせていただきます。今回はちょっと期待を下回っちゃったかなっていうような気がですね。まあ期待している自分もどうかとは思うのですが、というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。